国鉄トラ2 5 0 0軽経過車は、かつて日本国有鉄道に在籍した無害化車である。1957年度から1958年度にかけて製造された17、15トン積みに軸無害車で、計500両が製造された。経費的には、長さを減じて、溶石を増し、採石や石炭等、バラ積み貨物の場合の増石を可能とした。 トトラの一族であり、防水シートを被せることで、有害者代用としても、使用可能な構造のため、ワトラと表記された。基本構造は、同時期に並行して製造されたトラ3万5000型と同様であるが、前述のように有害者代用としても、使用可能とするため、つま板を背の高い後半製として演武4箇所に、半円形の切り欠き機を設け、そこにロープを渡し、たるみなく、 防水シートを被せて使用できる構造としている。また、アオリド周囲には水切りを設け、アオリドという解体の合わせ目は合いきとして、防水構造とした。車体は、アオリドという仮面が木製で、爪板は山型の後半製となっており、爪板の高さは、母体となった虎35000型より 435mm 高い 1700mm。 煽り度の高さは九百六十五ミリメートルである。主要諸元は全長八千百ミリメートル、車体長七千三百ミリメートル、全幅二千七百四十ミリメートル、軸距四千三百ミリメートル、床面積十八点二平方メートル、容積四十一点九立方メートル、地上九点一トンである。走り装置は二段リンク式で、最高運転速度は。 時速7 5トルに対応する。有害者代用としても使用できる構造であったが、有害者代用としてはほとんど使用されず、保守も面倒であったため、1963年からは、水切りを外して、通常のコトラとして運用されるようになり、表記もコトラに書き換えられた。とはいえ、背の高いつ板は、積み荷の積み付けに便利であったため、本形式以降の無害者は、 背の高いつま板を備えるようになった。本形式は1985年度に形式消滅となった。ありがとうございます。